けたかな。みんな始まったよ。ごめんね、4分遅れた。ちょっとね、今帰ってきた。ぴったり帰ってきて、今もうすぐ始めた。あのね、そうだから今日絶対インスタライブスタバ一緒にみんなで飲みたいと思って。でもね、そう今日舞台のね、今日海町ダイアリー、僕が出演させていただく舞台の今日顔合わせだったので、結構ね、あの時間かかっちゃって、でスタバももう買う時間ないくらい、もう今ぴったりなんだけど、あのお母さんが買っといてくれましただからね、あのみんなでスタバ飲みながら、あの今日はインスタライブができます。ありがとう、お誕生日おめでとうって、嬉しいですよ皆さん。ぴったり帰ってきてごめんね、だから4分遅れちゃいました。乾杯。おいしい。もう頑張った後のスタバは最高だね、もう本当に。4分はこそ、ありがとうありがとう。そう、今日でね、僕はタイガちゃん21歳になりました。やったー。はい、あの特に何も変わりませんが、でもね、なんかね、そう、20歳、去年はさ19から20になってさ、やっぱなんかお酒飲めるようになったりとか、なんか大人になった年じゃん。でもなんか今年は、まあ、21って何もないんだけど、でもね、今までで一番あのお誕生日おめでとうメッセージが多かった年でした。もう LINE もそうだし、みんながこうね、あのタグ、ハッピータイガーデイと21歳のなんかタイガちゃん、タイガくん歩き出すよみたいなハッシュタグ2個と、そしてあのね、普通にストーリーのメンションとか、もういろんなところでね、あのお祝いメッセージとか、あと誕生日企画、あの僕後で載せようかなと思ってるんだけど、そのなんかインスタグラムの僕の誕生日のね、専用のインスタグラムのアカウントみたいなのがあるらしくて、でなんかすごい絵とか誕生日メッセージとか、なんかすごいいろいろやってくれてるやつがあるんで、それちょっと見てみてください。後でやろうかな。そう、そしてあとあれだよ、駅広告、皆さん見に行ってくれたかな、見に行ってくれたかなって僕がユースじゃよないんですけどあの僕はね、その 2個あの駅広告見に行かせてもらいました。1個は西早稲田駅かなに1個と、あとは明治神宮前かなにもう1個、2つあの見に行かせてもらったんですけど、それも後でね、あ、ツイッターにはもうあげたんやけど、そうストーリーでも後であげようかなと思ってて、それがね、多分 2月の21日までかな、まで、置いてあの掲載されてるから、そう、あの時間ある方、通りすがりの人とかね、あの見に行ってくれたら嬉しいなって思います。全部にいいねしてって泣いちゃいました。そう、全部いいねしたのね。そしたらあの初めて経験したことないけど、あのいいね制限っていうのにかかって、引っかかっても押しても押してもいいねが消えるから、そういろいろネットで調べたんやけど、30分くらいしたら治りました。そうで、今日もあのインスタね、今日というかね、24時間前くらいにあのインスタ投稿させてもらって、ほんでそう、ヒューガくんとのガガコンビですね、ガガコンビさせてもらったんやけど、ほんまに250件くらいかな、300件近くあのインスタ、あ、じゃあ誕生日おめでとう言うてみんな言ってくれたから、そう、めっちゃ嬉しかった、ありがとうみんな。ツイッターもね、ほんまにたくさんの人祝ってくれて嬉しかったよね。ごめん、ちょっとめっちゃもう駅の乗り換えとかもうぐわー走ってたから、ちょっと今テンションハイやけど、まあ、誕生日ってのもあるんやけどね。そう、誕生日で今日はあの顔合わせで、あのね、すごい結構割とその有名な方とか大御所な方もいらっしゃるんで、あのちょっと緊迫したそのシーンって感じやったんやけど、あのどうしてもね、誕生日って言いたくて、もうあのどんだけ緊張してても、誕生日でみんなでこうなんかこうなるのをしてほしくて、そうだからあの私事ですが、今日って21歳出ましたって言ったら、みんな拍手してくれてめっちゃ嬉しかったですね、ほんまによかったよかった。今日からね、あの稽古始まってるんで、みんなあの舞台海町ダイアリーちょっとね見に来て、東京と大阪やるから、時間余裕ある方は見に来てください。
ちょっとね恥ずかしかった。でも顔真っ赤になっちゃった。そうでもね、そう、それでねちょっとクスってみんな笑ってくれたからよかったです。緊迫した感じが。そう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 ね、今日のメッシュももうそろそろだから、もう僕はエクステ、これエクステついてるんやけど、もうそろそろ撮らないとですね、もう舞台始まったんで。そう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 、こんな神の人海町台出てきませんから。あ、すごい見て、今視聴者数217人、誕生日の日、やった、ありがとう。拍手要求しちゃったの。そうそうそう、最近前髪下ろすの率高めだね。そうだよ、みんながさいいって言ってくれるからもうこっちにしちゃったよ。だから美容院行った時ももう前髪下ろすように、もうあのカットしてください言うて。そうでもごめん、ちょっと結構ね今日いろいろバタバタしてたからもうめっちゃ崩れてるけど、まあノーセットなんだけどね。そう、ニーシナに敏感。そう、敏感だよ。違う、昨日ソルがさ、あのうちのメンバーのソルってのがいるんですけど、2月17日の深夜2時17分にあのタイが誕生日おめでとうってツイートしてくれて、なんかめっちゃ胸うってなったよ。なんかああいう粋な計らい、まあ、エンジンといえば粋な計らいなので皆さん、そう嬉しかったで、本当にメンバー、そう毎回そうなんですけど、あのメンバーのね、あの LINE グルもね、12時になったらすごく盛り上がってみんなで祝うのがあのみんなのルーティーンなんですけど毎回のルーティーンなんですけど、あの僕くまちゃんとりょうのくんの、誕生日の時にはですね、あのモノマネをして送るんですよ。あってくまちゃんとりょうのくんの誕生日だけじゃない、全員の誕生日の時にあのボイスメモってあるやん、あれでハッピーバースデーとハッピーバースデーってってやっていつも送ってるんですけど、あの今回あの仕返しされて、くまちゃんとかは個人で、多分みんなにメンバーに聞かれるのは嫌やから個人でハッピーバースデーって送ってきましたそう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 、ね、演じみんな素敵でよかったよかった。同じパークね、これあのね、あのタンプレでね、あのいとこのお母さんにもらいました。あの何でしたっけ、あの韓国のパラグラフでしたっけ、なんかね、そう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 、これ欲しいって言ったらあの買ってくれて、今日の朝届いたんで、あの今日稽古に着ていくねって言って着ていきました。すぐモノマネする、これ怒られるかな、惜しい。そう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 、パラグラフね、パラグラフかわいい、これなんかね浮き絵になってるんだよ。そうそう、今来たおめでとうありがとうね、トーイ君とヒューガ君曰く21歳は一番楽しかったって言ってたんで、21ってすごい中途半端な年やなって僕思ってたんですけど、すごく楽しみになりました。年の1年もうほんまに売れたい、オリコン1位取りたい今最高何位だったかな、ね、6とかやったかな、もっともっと頑張りたいね、うん、今日カラコンしてんで、ほらちょっとずれてるな、でもブラックピンクのカラコンかな、セカンドシングルの、ピースサマートレジャーの時のビジュアルでつけてたカラコン、最後1個残ってたからつけた。でもさ最近さ涙袋できたの分かる、みんな。そう、涙袋をね作るようにしたんだ、ほら、あ、ごめん緑になってる、ごめん抹茶で、で歯に抹茶ついてるよね、ごめん。パーカー後ろ見たい、パーカー後ろねこうなってる、そうそう、こう、あの地球儀。あとねスウェットはね、僕のいとこがね、あのプロのバレリーナなんですよ、いとこが。ほんでバレエスタジオ経営してるんで、そこのスウェット着てますそう、もうついてない、ついてないね、よし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 、こんなやったらあかんよな、ほんまは。アイドル、アイドル、うん、ス
タバ買って帰るの忘れてダメだよ。もう僕の誕生日といえばスタバだからね。みんな今日の今日のカスタム紹介してないね。みんな今日のカスタム皆さん行きます。抹茶クリームラペチーノグランデサイズ、チョコレートソース追加の増量、ホイップ増量、パウダー増量でホワイトモカシロップに変更で、インホイップ追加の、キャラメルソースを中に中のカップに沿わせるですね今日は。このほんまにあのキッチン野郎やから、そう全部無料カスタマイズ。お恥ずかしながら、そう、うん、ママカスタム、いや違う、あのカスタムいつもめっちゃするから LINE で送ってって言われて、そうほんで一人であのお母さん買いに行ったんやけど、あの買うのめっちゃ恥ずかしかったって言われた。いいやんな別にな、カスタマイズできるもんはしたらいいやんな、ね、長い長い長いって長くないよ、ね、これ美味しいからやってみて本当に。そうチョコソースはあんねんけど中にキャラメルソースもこうやって入ってね、美味しいよみんな。そうあの今友達もねインスタライブ見てくれてんねんけど、あの歯に抹茶ついてるよってめっちゃ来た。恥ずかしい。うん、エイリーけど好きなスタバをオーダーしてみた。コーヒー苦い、あね、あれショットエスプレッソ、エスプレッソショット追加のやつだよね。うん、あれね深みが出ていいよね、コクが出て。新作の桜飲んでない。飲んだよ昨日、昨日飲みました。でも抹茶の方が好きだね僕は。あ、滝つば来てくれた、ありがとう。もう一回言ってほしい。もうねもう多分ねめっちゃ尺食っちゃうんだよねこれ言うと。テイガちゃん21歳、これだよね。今日のじゃあスクショこれにしようよ。怒られるかなこれ、大丈夫かな。あんた可愛いね本当に。可愛い、可愛くない、かっこいい。見て、新しいイヤーカフに、そうこれはいつもつけてるやつなんだけど、そうスターバックスラテはたまにあのね勉強するときとかに飲むかな。うん、あなんかうさ耳みたいになっちゃった。抹茶苦手やけどタイガちゃん好きなの好きになりたい。うん、好きになってください。じゃあてかインスタライブさめっちゃあれじゃない、久しぶりじゃない、あの前ね、それこそ今見てる滝つばとあとゴーキくんとあとバーンズゆきくんと4人であのインスタライブやったときはまあね、ちょっとたまたま見てたからこうヒュッて入らせてもらったけど、自分一人でインスタライブやったのいつぶり、稽古ぶりかな、一人でやったのは9月ぶり。あとはね直樹くんとね、あのザ・ファースト出てた直樹くんとあとシーズン2で出た村松健太くんと3人でやったくらいかなね。あ、滝沢と京ちゃん、俺はもう大人やな、大人やで、もうずっと滝つばよりも大人やで、ずっといつもそうやけど。スタバと今日どっちが好き、スタバ、スタバ嘘やで、きょうちゃん、きょうちゃん、きょうちゃん嘘やで、きょうちゃんが分かった、スタバおごるおごる詐欺してずっとおごってくれてないやん、おごってくれたらあのきょうちゃんのこと方が好きになる。最低、タイガちゃん最低でございます。明日21になるって、おめでとう。1日違いやん。2月の誕生日の人って結構少ない。少ないやん。お腹すいた。やばい。泣いた。違うやん。ごめんごめん。じゃあタイガちゃん、スタバとヒューガくんどっちが好きな？じゃあ、でもヒューガくんはあのヘアメイクを、やってって言ってこなければヒューガくんの方が好き。ヒューガくんも毎回やって言ってくるからもうめんどくさい。もうねめっちゃ時間かかんのよ。もう最近もう自分のヘアメイクよりももうなんでかこっちやってるもん、やってってもう言われる前になんかやっちゃってるね。もう大変なの意外と。あれスタバおご。そうなんですよ、僕実はあのラジオ企画であの滝つばにね抹茶クリームフラペチーノおごらなきゃいけないんですけど、それもう半年くらい前かな、未だにおごってないよね。まあもういいじゃん、あの時効っていう言葉があるよね。そう、私がタイガちゃんにスタバおごるのヒューガくんの部屋セットお願いした。いいよ全然、
スタバが命だから、僕あの本当にあの体内スタバでできてるから、全部スタバでできてる水分。そうそうそう、私の髪の毛もセットして、僕はあの本当にセット上手だから、ね、全然やるよ。だからやりたい。ダダンジゾービオベデト、なんじゃそりゃ、どこの国の言葉かなそれ。何の言葉か全然分からへんけど、でもヘアメ楽しくない？うん、最初楽しかったの、ヒューガ君の髪の毛とかやってて、もうね毎回ってなるとしんどいよね、ちょっとね。タイガの口癖で新作の女。そうだね、もう間違いないわ、それだわ、多分滝つばで。そうだね、それが一番だわ。うんうんうん、そう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 、タイガ君ライブの時のヘアアレンジやってくださいね。僕ね、いろんな髪型やるよね、一番多分演じの中で一番髪色も変わるし髪型も変わるよね。口癖そうだね、今面白かったわ、新作飲んだっていうね。確かにタイガ君のアイライナー担当はクマです。クマちゃんだよ、うん、クマちゃん、クマちゃんいつも描いてくれるから、クマちゃんのこうお膝にこう座ってこうやって描いてもらう、いつも顔がこんなに近い、ほらでも鼻息が当たるくらい。桜のやつ飲んだよ、黒髪がめっちゃ好き、本当にもうこれでもね、これでもねエクステじゃないんだよ、もうほらわかる、もう一回染めて、実はね、そう今日のあの誕生日のさ、あ、サポーターズクラブ入ってくれてる方分かると思うんですけど、あのケーキ持った写真とか、そうみんながお祝いしてくれた日の写真は、あれ実はエクステつけてないんですよ、ハイライトだけ入れて、でグレーのハイライトだけ入れたんですけど、ちょっと分かりにくかったんで、こうやってあのエクステつけて、そうこういう分かるシールつけて、そうライブの、あ、すごいことになっちゃった。そうなんですよ、はい、色落ちしてるね、うん、色抜けてきた。なんか最近メガネしたかい、そうメガネ僕エンジンにメガネ流行らせたの僕ですからね、言っときますけど、皆さん知らなかっただろうけど、滝つばとかも僕の真似してきたし、ヒューガ君も僕の真似してきたし、みんな僕の真似するんですよ、ほんと。髪の毛にさ、このラメつける、ライブの時ラメつけるとかも、あのヒューガ君、あ、ヒューガ君じゃない、ソルとか、リョウノク、ウーとか、とか、そう、リョウノクとかクマちゃんとかも、全員みんな真似してきて、そうそうそう、極戦みたいな、番長、そう、番長だよ、忘れないでね、みんな、メガネチェーンも変わって、そう、メガネチェーンはね、あれ、マスクとメガネ両方ともつけれるやつだから、そう、いつもつけてる、エンジタイガちゃんのこと愛してね、そうだよ、みんな、そうなんだよ。あーで例えるのやめ、これ怒られるかな、そろそろ、もうやめるわ、もうやめる、もう怒られる。大学のメガネとして生きててよかったって、いつメガネになったのかな。 J1 のライブの時の前の子たちが大学ちゃんのインスタ見てかっこよくなったなって言って、おー嬉しい、ありがとうって言っといてね。なんで番長なのか知りたい。そっか、番長っていう、僕番長担当なんですけど、あのね、由来を知ってる人結構少ないよね。そう、僕あの僕たちが初めてね、あのやらせてもらった舞台、あの国際フォーラムでやらせてもらった、ノナゴン始まりの音っていう舞台があるんですけど、その時に撮ったビジュアル撮影かな、がもうオールバックにこうカラコンもせずに、僕カラコンしなかったら三白眼なんですけど、めっちゃ目つき悪くて、オールバックにグーやって、それで胸ガーって、あ、痛い、胸ガーやって、ほんでもうまあ誰が見ても番長なんですよ。そっからきょうちゃんが YouTube、 エンジン公式 YouTube かなんかで番長言うて、そっからあの番長担当ってなりましたね。なんでそのまあ僕あのこう芸能界で番長担当って聞いたことはないんですけど、まあなんか面白いからいいかなと思ってネタにしてたら、もういつの間にかずっと番長担当になってましたね。そう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 、あのケーキええやんって言葉知ってる人多いんちゃうかな。そう、あの一世ブームと言いますか。一時期
大流行り、大流行しました。あの流行語大賞になってもいいんじゃないかくらい、流行りました、ケーキエイヤンですね。あの時に番長が生まれましたね。そう、番長の由来、見た目、そう見た目、今は全然ね違う、小学生みたいな、中学生みたいなね顔してるんだけど、全然全然、そう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 、ケーキエイヤン、もうぜひね、あの LINE スタンプにケーキエイヤンってあるんで、皆さん買ってみてください。あの困ったら割と使います。なんかね、そう気まずい時とか、稽古の時のキラキラがプリンスすぎて惚れました。おお、やっと新規だから説明ありがたい。お、よかったよかった。そっか、稽古で知ってくれてた人も多いもんな。うん、私の友達も今日誕生日だから惚れました。あー、そっかそっか。番長からどうしたら3歳児になっちゃうの。3歳児じゃないって、普通に21歳だって。なってなかったらよかった。そう、なってたよ、なってたよね、みんな宣伝上手ね、今流れ良かったよね、めっちゃね。そうそう、今日プレゼント受け取って、うん、受け取ってない、今日ね行ってない、吉本行ってないから、そう舞台で忙しくて行ってないから、あの行った時受け取るね、ありがとう、本当にプレゼントとかお手紙とかもみんな送ったってメンションしてくれて嬉しかったです。うん、居酒屋のキャッチね、やりたいね。あ、お姉さんお姉さんお姉さん、あの居酒屋どうですか、あの安くしますよみたいな、ちょっとやってみたいな。僕あのバイト経験がないので、あのスタバ1日と、パスタ屋さん2日という、あのすごく短いあのアルバイト生活をしかやったことないので、ちょっとやってみたいですよね。レモンね、あ、21はね、趣深い、あ、やばい、わかるで、ほんま、ほんまにわかるから、ちょっとやめて、ほんまに、うん、え、一日、そう一日だよ、みんな一日。お恥ずかしながら、早くキャッチだったらどこでも行く。本当にあの100万円言うても来てくれるかな。スタバって言ってて、ね、ほんとさ、言ってることと今の行動全然違うよね、本当に。スタバってイケメンしか分からず、確かにイケメン多いよね。ねえ、またついてるって抹茶、ね、もうやだね、ほんとに。おお、中学生の職業体験のイメージ、確かにね。いやー、ちょっとごめんごめんごめん。日舞つながりで演じんしってずっと見てます。ありがとう、嬉しいね。今回の舞台の役にもう入ってますか。入ってないです、まだ、さすがに入ってないです。今日はね、とあるあのなんかね、そうオーディション動画みたいなのを撮って、それが全部英語だったんですよ。そうだから、めっちゃね、ちょっと苦戦しました。Hello everyone 言うて、 My name is Taiga Nakamoto で、誕生日の宣伝もしちゃった。動画オーディションへのに Today is my 21st birthday とか言って、でもあの好感も出るかなと思って、そう言っちゃいました。そう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 。いつものスペースの裏側見てるみたいな感じ。そうそう、みんな、そうインスタライブで初めて見てくれた方はあれなんですけど、僕ツイッターで毎週あのスペースっていうあの声だけなんかラジオみたいなやつがあって、そうそれやってるんやけど、そうそうそう、これが画面が ない状態やとこんな感じで喋ってます、僕。そう誕生日、そう誕生日大好きなの。そう誕生日みんなにさ祝ってもらえるから、そう嬉しくて、あんまりさなんか、まあ、友達とかも多いわけじゃないだから、そんなこんなこと言ったらあかんねんけど、そうだからそう嬉しい、みんな知らない人いたか、そうなんかあんまり関わったことない人とかもさ、こう連絡くれたりとか、新しいね、そっからね出会いとかあるんで、そう嬉しいんですよ、僕誕生日、今年の誕生日は本当に誕生日で、ネタを、やりすぎました、すいません。でも本当にそれくらい嬉しかったんだよ。そうみんな祝ってくれ、そう12時になったらみんなバーって LINE くれるし、みんなタグイベやってくれるし、もういろんな
ね、あのことをもう本当にもう、だって普通だったらさこんな経験できないじゃん。それをなんかね経験できてる僕はすごくあの嬉しいなと。そう、これも今さ左上に載ってるさこのアイコンのさこのこういうやつわかる、このこれこのこれなんていうのかわかんないんだけど、そうこれもさみんないろんな人がやってくれてて嬉しいなと思って。あと30分、そっかそっか、30分で、21歳2日目になってしまうのか。チョコいっぱい食べてないよ。チョコ誕生日ハッピー。そうなんかさ誕生日がさアピールできるのって1日だけじゃん。1日だけなのにさ なんかさもうちょっと隠すのってさもったいなくない？はい、今日誕生日ですってやってる方がさなんか可愛くない？わかんない。なんかもう実は今日誕生日なんだよねみたいな、ちょっとそれ一番嫌じゃん。そうそう、りょうのくん来てくれた？ありがとう、りょうのくんありがとう。ありがとうね、来てくれて嬉しい嬉しい。でもみんなどうなんだろう、やっぱみんな隠すものなのかな誕生日って。僕はその今まで隠してきたし、そう高校生の時とかマジで家族以外に祝ってもらったかなみたいな感じなの。でもそれすごい僕切なくなったから、そうだからもうみんながいる、じゃあ今ここにみんないるからもうもっと誕生日って言ったらいいかなと思ったわけよ。そう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 、それがあの過去を強いって言ってるけどさ、なんかさフィルター欲しいよね、わかる？このインスタライブってあんのかな、加工とか。歯に抹茶とかつけちゃうしね。夢の国行けばいっぱいおめでとうっていう、確かに僕行きたい。だってもうディズニーもずっと行ってないよ、もう何年くらい行ってないのかな。そう、あ待って、なんか切れちゃった、ごめん。うん、だから来年もさ、みんな今インスタライブ見てくれてる人たちもさ一緒にね、あの来年もこうやってインスタライブしてみんなで過ごそうよ。どう？約束しようよ。はい、約束ね。職場でタイガちゃんのお祝いしてありがとうありがとう。そうケーキとかもさ、もうわざわざお祝いしてくれてる。お耳赤いかな。ディズチケあげたくない。いや大丈夫です。ディズニーって今チケット取れないじゃん、だって無理だよ。うん、お祝い前後6ヶ月受け付け中って言ったか。インスタもエフェクトつけれるんだ、へえ、そうなんだ。でもなんかあんまやり方わかんないし、閉じちゃったら嫌だから。うん、約束だよ。みんな来年も再来年もだね。そうだよ、再来年もミューズみんな約束だよ、ほんとに、ね、今日はあの LINE じゃなくてサポーターズクラブのあの僕のねあのブログも上がってるからみんな見てくださいね。そういろいろ書かせてもらってるし、うん、約束。そういや僕あの小指曲がってるからさ、そうあの約束しやすい、引っかかりやすいからこう滑り止めついてんね。そうそう、すごいでしょこれね。だこっちに合わせたらこうなる。ね、なかなか見ない。フードの紐の長さが気になる。あ、ね、僕もたまに気になる。じゃあ縛っとくね。気になるよね。ごめんね。ブログ見てありがとうね。関西弁、そう関西弁なんで今日出ちゃうんだろう。今日関西弁一回も使ってないんだけどな。ね、滑り止め可愛いでしょみんな。でもこうハンドルとか自転車のハンドルとか握るときにこう、わかる？こう入ってくんの、こっちに。食い込んできてね、ちょっとうざい。来年タイガちゃんのスペースは5段ケーキくらいにしようかな。どういうこと？歯並び良くないよ僕。うん。しまっとくね。あ、しまっとくねだよみんな。そうそうそう。金髪にしてバイト行ったら店長に怒られたからさらに金髪。あ、いいね。そういうグレキがあった方がいいと思う。今日テンション高いよ、だって誕生日だもん。誕生日くらいテンション高くていいでしょ。
ちょっとうざい最近測定もしてないよ、一回も測定してないね。うん、その意味水、あ、そう、ここ、こうすくったらね、この間があるから全部水ここ、こぼれていくの顔洗おうと思って、こうしたら全部ここから見ようってそう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 、なんか大学の母さんになれない、本当に、あ、本当、じゃあやめようやめよう、みんな誕生日めちゃめちゃ嬉しそう、大学ちゃん変わりちゃうね、月曜日テスト頑張って、僕も今も春休みだから大学、21歳でやりたいこと、確かに言ってなかったね、21歳でやりたいことは、まあまずはあの人参食べれるようになりたいのと、あとキノコも食べれるようになりたいのと、あとはハワイに行きたいのと、あとはゲームをたくさんしたいのと、あとはこれ一番大事なことは、あのミューズのみんなとずっと一緒にいれること、キャッ、ちょっとキュンってした、今ちょっとごめん、外しちゃうね、そう、人参とね、あ、つむつむね、あ、つむつむ最近ハマってるんです、僕つむつむやってるよ、そうそうそう、ね、みんな一緒にいようね、だから、でも人参と椎茸食べれないの助けてほしい、本当に椎茸、あ、椎茸というかキノコ、キノコ類全部食べれないね、えどうやってみんな食べてんだろうと思いながら、あのなんか分かる、あの隣の人がキノコ食べてたら、あのゴイゴイ言うあの音がちょっとね、そう、まあ、味、うん、そう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 、マジ分かる、分かるよね、ね、最近つむつむ、そう、僕も今つむつむブーム来てて、そう、まあ基本は FPS ゲームしかしないんだけど、そう、人参生でも無理って、人参そもそも生が一番やばくない全部代わりに食べてくれる、じゃあガンってやるよみたいな、人参エリンギも苦手、そう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 、美味しいお肉だけ食べようね、そう、好きなものだけ食べてればいいんだそう、今日はね、そう、コンビニのカレーパンと、あと牛肉コロッケと春巻き食べました。そう、なんかね、今セブンがあのコロッケ1個買ったら2個ついてくるらしくて、そう、だから、あ、これは誕生日プレゼントかなと思って、セブンイレブンさんの、だから嬉しくなって買いました。ここに来てド S、 そう、今日はド S 出さないよ、みんな、今日はみんなにありがとうを言いたかったのが一番だから、ド S とかそんないじったりとかはしない、みんな、うん、あ、おのこしゃ許しまへんで揚げ物美味しくないね、揚げ物僕好きだわ。今日ファミマでアイス5個タダでもらってきた、すごいね、どうしたらそうなるの、コンビニってそんなにあれなんだね、サービスしてくれるんだね、そう、絶対誕生日プレゼント、そうそうなの、だからみんな行ってみて、みんな誕生日プレゼントもらえるからそうそう、腕長い、そう、腕ね、気持ち悪いくらい長いの、僕、そう、画面切れちゃう、そう、なんかさ、横にこう手をね、横に広げたさ、サイズが自分のこの縦幅の身長みたいな言うじゃん、でも僕多分絶対それよりあって、なんかいつもこう、僕あの、ま、タンクトップで、そう、僕なんかタンクトップなんだけど、あの練習の時とかもタンクトップになっちゃう癖があって、もうなんかみんな動画撮ってる時にこう動画振り返ってみると、こうもう長すぎて気持ち悪いのよね、そう、なんかこれが、そう、太かったらさ、いいんだけどさ、ほらもう、こうつまんでもわかるかな、こうもうね、ほんとにめちゃめちゃなんかポッキーなの、そう、だから長くね、足はそんなに長くないんだよね、でもそう、腕の分が足にいってくれたらよかったなと思ってじゃあ今日はね、45分くらいまで、あと7分やりましょうかね。タンクトップになっちゃう癖、そう、タンクトップになっちゃうのよく。今日テスト初日やったん、お疲れ様、明日も頑張って。え、今日木曜日か、平日だと思ってた。大学で00ラインだよ、00ラインだよ、多分合ってる、うん、00ライン
でもお手で綺麗かな。お手で綺麗じゃないよあんまり。うん。セクシー。写真撮りやすいね。なんかそうだからね。あのライブ終わりとかにこう自撮りとかいろんなんか雑誌の撮影の時とか自撮り風に撮りたいとかってなった時に絶対僕になるんですよね。なんでかって言ったら腕がもう長すぎるから。そうみんなちゃんと写せるから。そう大河ちゃんゼロゼロだけど早生まれだから。そうそうそう、お互いお仕事をし明日頑張ろう。明日なんだっけな、明日何か忘れちゃった。でも早く起きる。大学の単位取れたかな。成績いつ出るんだろうね。うん、テスト終わって春休み満喫中に癒しだよ。おーよかったよかった。カラコンしてるよ。これからご飯食べる。あでもね、家族が今日あのタイガちゃんいないからあのラーメン食べに行ったって言ってたから、これからやってるお店あるかな。すき家食べます。今日は高菜明太マヨ牛丼食べます。幸せ。もう揚げ物食べてスタバ飲んでスキヤで締めて、でも納豆はお家にあるから納豆で締めます今日も。にゃんにゃんタイムダメだよ。明日は未完成のウビスケ第2弾。そう僕未完成見に行こうと思います。JO1 のね、ね絶対あれ感動するよ。うん、チーズ牛丼やだ。チーズ牛丼はねもうおいしめっちゃ正直 めっちゃおいしい。めっちゃ美味しいけどもうカロリー超高いからもうダメダメ。もう食べあーもう太る太ると思いながら食べなきゃいけないじゃんあれ。そうだからニャンニャンタイムダメだよ。ニャンニャンタイムはしないよ。だから TikTok 見に行ってください。さっき1時間前くらいに TikTok 上げたからね。僕は自分でもともとちょっとある振りもあるんだけど自分で作ったからこう最後ワンってやってるから、その見に行ってください。ニャンじゃなくてワンやってるから。キムチやばい、お腹空いてきた。やばいね、スタバこんな時間に飲んでる人が何言ってるんだ。ごもっともでございます。そうですね、もう間違いない。何言ってんだって感じだよね。ほんとだ、みんなに突っ込まれました。ごめんなさい。ごめんなさい。いいじゃん、今日誕生日だよ。何食べてもゼロカロリーだよ。やったあの味方がいたね。お腹空いたよね。ダメだよみんな、もう絶対夜ご飯食べたでしょ。もうこの時間に食べた。あガオガオポーズはいいよ。ガオガオそれはいけるよ。虎のポーズ、虎年だから糖尿病には気をつけてね。僕毎回これ配信で言われるよね。うん、もうなんかね、そうでもスタバ以外に甘いもんとかは食べない。食べてるわ、ごめん。嘘はつけない。TikTok の空良かった。ありがとうありがとう。そうお腹なって、そう今日ね、あのそう割と顔合わせだから舞台ね緊迫してて、もうお腹鳴る音とかも全部会場に響くぐらい、そうあれだったんだけども、あ分かる、こうシーンってしてる時キーンって耳鳴るじゃん。あれくらい静かな時とかあったんだけど、あの時にお腹鳴った人すっげー恥ずかしいだろうなと思いながら、練習してました。さじゃあ今日タイガちゃん誕生日、さっき食べたラーメンオムライス餃子もゼロカロリーで大丈夫。大丈夫、もう全部ゼロカロリー、全部ゼロカロリー。ね、顔に手を置かないで。手を置いたかな。何も置いてないよ。ハッピーメリーは歌えないんだよ。もうエンジンの曲なら歌えるよ。なんか歌っとく、今日誕生日だしみんな最後に何歌ってほしい。一曲だけ、じゃあちょっとだけ歌うよ。みんなあのお祝いとかたくさんしてくれたから何がいいかな。一番最初に来たあの曲にする。見た目に留まったやつにする。リンクコピー100回してきた、ありがとう。そう TikTok ね僕最近したんだけど、1人100回までリンクコピーできるから、みんなよかったらやってね。大変だけど、はい、アディクテッドですね。アディクテッド、あウィーゴー、どれが一番最初だ。ごめんちょっと飛んじゃったな。じゃあアディクテッド、ウィーゴー、今パッと2つ入ったから、アディクテッドとウィーゴー、じゃあ2個歌おうか。アディクテッドどこにしようかな。あざとー、今の分かる、これ何がいいかな、どこがいい。あ僕じゃあ歌いたいとこ歌ってもいいかな。
いくよ。方程式じゃ解き明かせない溢れてゆく my love。 ここ好きなんです。パンパンパンって振りがあるんですけどね。あとあれ、アディクテッドのパフォーマンスビデオ楽しみにしててね。じゃああとビーゴ歌おうか。ビーゴ何がいい？ビーゴでも僕、あそこのアディクテッドもやるか。いくよ。アディクテッド。じゃあ最後ビーゴね。はい、いきますよ。どこがいいかな。でも僕やっぱ2番の自分のパート好きだから自分のパートでいいかな。いくよ。It was meant to be、 今ここにいるのはみんなが同じ光持てたから、その眩しさそのぬくもり Hear me as it now、 この先も。ここのパート大好きなんです。僕2番の自分の歌ってるパートなんですけど、まあ Ego が一番僕好きな曲なんですけどね。うん、そもそももう毎日聴いてる。やばくない？普通多分ね、自分たちの曲、自分多分アーティストの皆さんそうだと思うんだけど、自分の曲ってあんま普段聴かないと思うんだよね。普段練習してるからさ。でも WeGo だけは本当にね、もう毎日毎日こうもう聴いてしまう、こう一日の始まりっていうか。そう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 。はい、あ、45分だったね。じゃあスクショタイムしよっか最後ね。じゃあ何がいいか。21歳だから20、あ、まず はい、じゃああとはもう一個21歳、こっちで合ってるかな。逆だったらごめんね。よし、え、ケンシンくん来てくれたの。歌うますぎてありがとうね。そう、ケンシンくん、ちょ、最後、じゃあもうせっかく来てもらったからお話ししよう。そう、ケンシンくんは、そう、あの、僕がね、あの、最後みんなで、そう、ステージ、トイスピットのステージで最後、みんなで写真撮ったんだけど、あの、お肌綺麗すぎて、そう、僕結構ね、そう、メイクとかもするんだけど、あの、お肌綺麗すぎて、ちょっとさすがにちょっとこれ、なんでこんな綺麗なんやろと思って聞きに行って、そのファンデーションもほとんどしてなくて、でもなんかもうナチュラルな感じでやりましたって言ってて、すごいなと思って、で、あのワインオンリーの皆さんと写真も撮らせてもらって、ほんで、あ、ごめん反対だった、後でやるね、ごめんね。あ、そう、写真撮ってもらって、これ載せていいかわからんかったから、でちょうど近くにいたのがケンシンくんだったら、ケンシンくんに話しかけに行って、これ載せてやるの大丈夫ですか言って、階段のとこで言ったら、あの、写真撮ろうって言ってくれて、そう、写真撮ってね、あの、仲良くさせていただきました。ケンシンくん、ありがとう。また、あの、一緒になんかね、コロナ落ち着いたらでもいいので、ご飯か遊びに行きましょう。お願いします。で、またライブしましょう、一緒に。12歳。ごめん。12歳、小学生になっちゃった。こっちか。これでいいんだね。はい。じゃあみんな、今日は本当にあともう13分で、あの、21歳2日目になりますけど、皆さんで、ワンエンオンリーさんの曲も皆さんたくさん聴いてください。かっこいい曲多いから。はい、じゃあ皆さん本当に残り13分ですけど、インスタライブ、本当久しぶりのインスタライブ来てくれてありがとう。もう本当にタグイベとか駅広告、ね、もうリプとか DM とかもう全部、もうほんと全部、もうほんとに多分今までで一番ね、あの、祝ってもらった数はほんとに圧倒的に多かったなって僕の中では、実感してます。で、まあ今年はね、そう、僕はもう絶対活躍するってインスタの投稿でも言ったから、活躍するし、もうみんなにもっとね、あの、もう今舞台とかさしかないけど、もっともっと顔出せる機会を増やしていこうと思ってるから、もうなんか本当についてきてほしいなって思っております。はい、まあでも変わらず、タイガちゃんだし番長だしって感じなんで、僕はそんなに、ね、精神的にはもう強い思いを持ってますけど、見た目とかそんな変わらないから、みんなこのまま一緒に
いてくれたら嬉しいなって思います。本当に185人ね、今日も平日やのにこんな夜遅くまで、ね、僕のために時間使ってくれて本当にありがとうございました。またほんまにみんなにこうやってこういう来てもらってる分恩返しできるように今後頑張っていきたいと思ってるので、皆さん本当に楽しみにしていてください。じゃあ皆さん今日は本当にありがとうございました。この後、スキヤ食べて、スタバ飲んで納豆食べて、ゆっくり、タイガちゃんは睡眠に入りますじゃあみんな本当にありがとう。またじゃあスペースとかインスタライブするから楽しみにしててね。バイバイ。